スリージモバイル東池袋です。今日は GW820LG のプロジェクターフォン、実際、YouTube を流してみたいと思います。プロジェクターはですね、こんな形で、光を出しております。相手方対面のスクリーンですけど、非常にクリアで十分実用に耐えるし、驚きという感じです。フルスクリーンに変えてみました。フルスクリーンモードも簡単です。あとデジタルライトプロセッシングのフォーカス設定とか接合も簡単で、かつ LG のメニューですね、 LG メニュー含めて Windows モバイルの 6.5 なんですけども、非常にカスタマイズされてて非常に使いやすいです。まあ、少なくとも DVD とか 720HD 以上のビデオであれば自分ビジネスにも使えますし、まあ今は小さいサイズのスクリーン出してますけども、60インチぐらい使えますんで、ビデオ再生とかに非常に便利かなと、そんな感じですね。これは実際の表示されている端末の方の映像ですね。こんな形で、サイズ的にはこんな形で見てます。まあ、フォーカスは、この横の方の、横のこちら側でフォーカスを。で、こちらがプロジェクティングですね。まあ、イメージ的にはこんな形のものが大きく見えているという形です。まあ、非常に実用になりますのでおすすめいたします。串浜さんが作るラテアートは繊細かつ正確で、で、これはポジティブですね。茶色と白のコントラストがくっきりとしています、いいということですね。ポイントは牛乳を注ぐ時の距離感だと話します。切れば注ぐバリスタによ、これがまあ Windows モバイルのメニューが出てるってことですね。ではまた。